皆さんこんにちは松本たけみです今日はですね凄す,すぎるパラリンピックっていうお話をしようと思いますこのチャンネルではですね介護に役立つ情報をたくさんお伝えしていますのでチャンネル登録の方もよろしくお願いいたしますパラリンピックの歴史なんですけども元々パラっていう意味はですね、パラプレジアといってですねえついまひ歌詞、えー、の 麻痺によって車椅子になられた方ということで車椅子で行う競技の大会のことをパラリンピックと呼び出したということなんですけれども第一回はですね1960年のローマオリンピックの時に開催されています1964年の東京オリンピックの時に第二回パラリンピックが行われているということです次に行われる東京オリンピックがですねパラリンピックとしては 第16回を数えます2020年の8月25日から9月6日の2週間の予定で行われるということなんですけれどもこれは私ですね非常に注目していますし、まあ、テクノロジーの時代ですので、えー、リハビリや介護がどうなっていくのか福祉用がどうなっていくのかっていうのを、えー、見る上でもですね非常に私はこのパラリンピックというのを注目しています。あとその選手の能力と 技師装具な,などもものすごく発展していますので、えー、非常に記録もですねどんどん伸びていますねドイツのマルクス・レーム選手という方なんですけども、えー、右足に義足をつけてですね走り幅跳びされていますねリオオリンピックで8メートル40という記録を飛んでですねこれはあのー、リオのオリンピックの金メダル選手を抜いたと いうことでですね、えー、もうびっくりするような記録が出てるんですね8メートル50を目指すなんていうですね、えー、目標を掲げてますので、えー、ぜひ このマルクス・レイム選手は注目です、ね、車椅すテニスの、ね、世界ランク1位というステファン・ウデ選手なんですけども、えーまあ、この方のですね乗ってる車椅子というのも非常にですねオーダーメイドで、えー、ものすごく性能よく作られているということですねカーボン製でですね、えー、実は1500万円ぐらいする車椅子だそうですね。はい えー、そうなってくるとねもうこういうあの経済的にそういったものが用意できる人とそうでない人とで差がものすごい生まれるじゃないかっていう批判もあることはあるんですね。 まあただそういう技術をですねテクノロジーをつぎ込んで操作しやすい車椅子とはどういうものだろう長く運転してても疲れない車椅子とはどういうものだろうということがやはりここで開発が進むわけですからまあ車椅子を使われる方の恩恵がどんどんね増えていくっていうことになるのでパラリンピックこの競技というものが快適な福祉用具が増えていくっていう流れに なっていけばいいなと思っていますねで大ファンなんです私ね音竹さんですねえ音竹プロジェクトといってですね、えー、義足を履いてですねあの聖火ランナーをするって言われていますねモーターがついて、えー、膝から下が稼働するようなですね義足を今練習されていますので、まあ こういうふうに音竹さんがですね、聖火ランナーで、えー、ま成、あ、果をですね、えー、運ぶっていうこの役割をされるっていうことも大注目だなと思っています。たくさんの技術が注ぎ込まれているっていうことが分かってきますね。2020年の8月25日から始まるパラリンピック、大注目ですね。私も注目していきたいと思っています。今日は以上です。ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。さようなら。